神様からのご期待を知り、そのご期待に沿った行動をしていることで、よりつながれる状態になっていきます。ようこそ、みそぎの玄米、龍神の力を宿すユニアの実りの発芽玄米を食べて、毎日免疫を上げている予言天狗みはるです。今回も神様からの予言をお伝えします。免疫を上げることについてはエンディングでお話します。今すぐ神様とつながる方法についてお話します。あなたは今神様に助けてほしいと思ったことってありませんでしょうか？神様というご存在は困ったことが起きた時にその困った事態を直接解決してくれるようなそういうご存在ではないんですけれども、自分が行動する中でどうしようもない部分をサポートしてくださる、アシストしてくださるご存在です。ですから神様とつながり、その上であなたが行動することで、あなたの意図した方向にその行動の結果が出てきて、目の前にある事態は急速に解決していく、改善していく、発展していくということになります。そのように聞くと、あなたはどうしたら神様とつながれるのと思うかもしれません。今日の動画はそのためにもお届けしていて、この動画を最後まで見た後、あなたはいつでも神様とつながれるようになります。例えば不安な時とか緊張している時など、神様からサポートをしてもらいたい、アシストしていただきたいと思った時に、いつでも神様からお助けをいただけるようになります。あなたの今後のお守りになるような動画になればいいなということで、今日の動画をお届けしますので、ぜひグッドボタンを押していただき、保存していつでも見れるようにしていただけたらと思います。神様とつながるって難しいことだと思われている方が多いですが、実はそこまで難しいことではなくて、すぐに実践できるものであり、誰でも可能なんです。もし神様とつながる方法を知らなかったら、あなたにとっての神様というのは遠いご存在でしかなく、あなたが持っている不安やストレスは溜まっていくだけ、増えていくだけになりかねません。私たちは生きている中で、誰もが人生の中の重要な決断に迫られたり、困難な状況に直面したりします。そんな時に決断するのも切り抜けるのもその人の行動でしかありません。ただその人にとってどうしようもない部分、力の及ばない部分っていうのは必ずあって、その部分を神様からのアシスト、サポートがあれば、あなたのする行動はいい結果につながっていきます。今日の動画を最後まで見ることで、あなたは25分後に神様とつながることができるようになります。神様からいつでもサポートを受けられる状態になります。そうなったら良くないですか？あなたが神様とつながり、神様からサポートをいただくことで、あなたの心は安定し、判断も正しくできるようになり、また日々が楽しくなり、面白くなり、人生で現れる結果がよりスムーズになっていきます。あなたの今後の人生を面白いぐらい結果が出るようになる大事な話をしますので、今日の動画を最後までご覧いただき、神様とつながる力を手に入れてください。神様とつながるとは、神様とつながるというのは人によって解釈が違うと思いますが、僕が言うところの神様とつながるというのは、神様の愛に沿った意識状態、身体状態になることで、神様の愛が自分におり、自分の中の神である真我が目覚める状態、それが神様とつながった状態とお話しています。あというのは神様の一人称、私の意味で、神様がおっしゃる神様の意志、意図、それが神様の愛です。その神様の愛に沿った意識や体を持つためには、まず神様からのご期待を知り、そのご期待に沿った行動をしていることで、よりつながれる状態になっていきます。そしてあなたがつながるべき神様というのは、まずどんな神様よりも優先してうぶすな様であるということをまずは知ってください。うぶすな様というのは、あなたが今住んでいる場所、その場所を管轄している神社の本殿の上空にいらっしゃる高格な神様がうぶすな様です。生まれた時の近くの神社ではありません。このうぶすな様があなたの人生をとことんまで面倒見ていただける最高の神様です。
その産砂様の愛、そして天命、それは地球を次元上昇させ宇宙のトリプルアセンションに貢献すること、これが産砂様の愛です。トリプルアセンションというのは宇宙で3つが同時にアセンション、次元上昇することを言います。オウム宇宙と天の川銀河と地球、この3つが同時にアセンションを起こすことにより宇宙は次の次元に移行し、今の宇宙から新たな宇宙に生まれ変わる、脱皮するというようなイメージでいいかと思いますが、今まで宇宙ができて以来一度もなかったトリプルアセンションのチャンスが今であり、それを実現させるためにも地球を次元上昇させることが要件になっています。今オウム宇宙も天の川銀河も次元上昇の準備はできていて、地球だけが取り残されています。戦争をしたり人殺しをしたり騙し合ったり憎み合ったり、そのようなことをしてとても次元上昇できる状態でないというのが今の地球の状態。それを次元上昇まで持っていくことが産砂様のミッション、天命であり、また地球という生命体自体の悲願でもあり、また日本人として日本に生まれてきた理由、使命でもあるんです。日本には地球を次元上昇させるための神様からの命令が降りていて、それを三大神勅と言います。その三大神勅の一つ目、天上無休の神勅、世界を愛でまとめて和し、地球を愛の星に次元上昇させなさい。つまり地球人同士、生命同士が争うことなく愛で和合する、そんな世界を作る役目を日本人は負っています。そして二つ目、豊穣豊祭の神勅、鏡を祭り、空の祭り、星の祭りをして地球を次元上昇させなさい、という日本の特にスメラ命天皇にお役目として降りている神勅です。神の世界との橋渡しをしなさい、それがスメラ命のお役目なんです。そして三つ目、湯には稲穂の神勅、お米を育て、お米を祭り、お米を食べて世界を繁栄させ、地球を次元上昇させなさい、これが三つ目の神様の命令であり、日本人はお米を育て、お米を祭り、お米を食べて世界を繁栄させていく、お米を大事にする、それが日本人の天命なんです。神様の愛というのはこの三大神勅の達成、そこに向かおうとすること、これが神様の愛であるということを知っておいてください。神様とつながるとどんなことになるのか、神様とつながった時にどのようなことが起こるのかということについて5つ挙げておきます。1つ目、決断がブレなくなる、つまり決断が早く正確なので早く成果が上がります、結果が出ていきます、順調に推移します。そして2つ目、正しい判断ができる、つまり失敗がなくなります。3つ目、正しく備えることができるようになる、つまりこれから起こることをメッセージとして受け取ったり、自分の知らないところで回避できるようになったりして、大難が小難になり、小難は無難になるということです。そして4つ目、心が穏やかになる、心が穏やかになるので落ち着いてすべきことに集中できますし、やりがいも持ち、楽しく面白く暮らしができます。そして5つ目、面白いほどうまくいきます。必要な情報が降りてきたり、大事な出会いがあったり、自分ではどうしようもないことがうまく回っていき、展開が早くなります、人生が面白くなります。以上が神様とつながるとどうなるのかという例の5選でした。この神様とつながる感覚というのは、いろんなつながっている感覚があります。よく霊感が強いとか言われる人は、神様が見えるとか神様の声が聞こえるというように聞くことが多いと思いますが、これが神様とつながった状態だというものは人によって様々です。僕の場合は頭の中に字が浮かびます。ですから神様が見えるというのが正しいわけでもなく、神様の声が聞こえるのが正しいわけでもありません。ただ注意すべきことがあります。それはライオンズゲートが開いて以降、地球上に邪悪な生命体であるアンポンタンが入ってきています。そのアンポンタンは神を語ってあなたに語りかけてくる可能性があるんです。ですから自分の体の外にその存在が見えるとか、
体の外から聞こえてくるとか、そのような場合はアンポンタンかもしれないと思う必要があります。この神様の声が本当に神様の声なのか、それを判断できる能力、そしてそれができる人をサニワと言います。サニワというのは神様かどうかを判別できる人なので、ほぼ神に近い力を持っている人、それがサニワです。ですからサニワができない人が神様がおっしゃったという場合、危険な場合が多いということを注意してください。邪悪な存在アンポンタンが神様からの声として下ろしてきている場合、従うと危ないです。ですから自分の内側からの気づき、ひらめきのようなものであればいいと思います。神様とつながる方法、具体的に神様とつながるための方法として6つお伝えします。これらはできる分だけされたらいいと思いますし、やんなきゃいけないとか思わないようにしてください。ではまず神様とつながる方法、その1、みそぎ。神道はみそぎに始まりみそぎに終わると言われます。最も大事な自分の体と魂をクリアリングする、もしくはチャージングする、これがみそぎです。クリアリングというのはピカピカの魂にすすがついて汚れてしまっているものを削り落として、そぎ落として、綺麗にピカピカに磨くこと、それがクリアリング。そしてチャージングというのはその魂をもっと光を注いでエネルギーを大きくしていく、チャージしていく、これが魂に光を注ぐ、みそそぎのチャージングです。このみそぎの方法は本当に様々たくさんあります。どちらかといえばその自分のみそぐ意識が大事です。その一つの方法として僕がおすすめしているのは、お風呂場で天然塩をチャクラに塗って、それを冷水で流してみそぐ、これは正式なやり方があるんですけれども、みそぎをする意識で塩を塗って流すだけでも大丈夫です。ただしこのみそぎは大概11月ぐらいになると皆さん挫折します。かなり寒くなって水も冷たくなりますので挫折するんですね。ですからその頃に合わせて今みそぎができるソープを作っています。このみそぎソープでは温水で流してもみそぎができますので、皆さんのお役に立てたらいいなということで今頑張ってるところです。そしておすすめの方法として瞑想というのもあります。この瞑想というのは気の領域という見えない領域とつながることなんですけれども、多くの瞑想はそっちに行っちゃったり、行っちゃったきりになったりします。それはみそぎとしては不十分なんですね。この現実世界の中で現実世界とつながりながら気の領域ともつながる、気の領域という見えない領域、それを体の中に入れ、また身の領域という物質世界、見えている世界を自分の中で統合させる、気と身を統合させて君が代を作ること、これが活瞑想といって真の瞑想と言えます。またその時に三丹田という、上丹田、中丹田、下丹田、この3つを自分の体の中で意識し、それをニュートラルに保つ活瞑想があり、それを丹田活瞑想といって、瞑想によるみそぎには一番のおすすめの方法になります。丹田活瞑想についてはクラブをやっていますので、 LINE でお友達になっていただいた方にはその情報をお流しすることもありますので、あなたが興味がある場合 LINE でお友達になってください。では2つ目、うぶすな様に21日参りをする。21日間お参りするのがうぶすな様とのつながり方の基本です。でも21日お参りできなければ意味がないのかというと、そうではありません。21日間つながりを保ち続けようとする、その一日一日が大事なんです。ただ21という数は変化の数玉で、21日間続けると大きな変化、気の領域からの力が降りるんです。それは鶏の卵が孵化するのに21日間であったり、習慣化するのに21日必要だと言われたりするのとリンクしています。この21という数玉は非常に大事なんです。ですから無理はしなくてもいいんですけれども、できる限り21日を意識してほしいなと思います。そして遥拝という、離れたところからお参りするというのも、これも直接行くには及びませんが、
効果はありますので、陽肺ということも合わせれば少し難易度が下がるんじゃないでしょうか。陽肺というのは離れたところから鵜砂様にお参りしているイメージを持ちながら参拝の瞑想をすることです。では3つ目、全体マトリックスを知る。全体の仕組み、このスピリチュアル全体の気の領域とのつながり、気の領域との関係性、神様の降ろされている仕組みとか、そのような全体像を知ることが神様とつながるには早いです。ただこの全体マトリックスはかなり深い、スピリチュアルで言えば大学院レベルの学びになりますので、このことをお伝えしているのは僕の神様とつながる浄化ラウンジでしかお伝えしておりません。今一般募集をしてないんですけれども、 LINE でお友達になっていただいている方には情報をお流しする時もあるかもしれませんので、ご興味があればお友達になってください。そして4つ目、霊の実践。この霊というのは簡単な霊ではなくて、示す辺に豊かと書く旧字体の霊です。この霊の意味は感謝と畏敬の念、これが霊です。その霊には3つあって、天霊、地霊、人霊と言います。天霊は天に対する感謝と畏敬の念、地霊は地、その場、その環境に対する感謝と畏敬の念、そして人霊、これは人に対する感謝と尊敬、これが人霊で、この3つは自分ではどうしようもないことなんですね。私たちは一人で生まれてくることもできなければ、空気を作り出すこともできない、水を作ることもできません、植物をゼロから作ることもできなければ、魚や肉をゼロから生み出すこともできません。できないだらけです。でもなぜ私たちは空気が吸えて、水が飲めて、食べ物が食べられるんでしょうか。それは天であり、地であり、人によって生かされている、これは紛れもない事実であり、揺るぎない事実です。それを本当に心の底から感謝すること、畏敬の念を持つこと、これが霊であり、この霊を実践すること、これが神様とつながるために大事です。そしてこの3つがベースにないと主体になれないんです。主体というのは私が責任者であり、自分の人生をコントロールしているという認識、これが主体です。主体的になること、これが神様とつながるための絶対条件でもあります。そこで5つ目、主体言語を使う。これが主体になるための非常に有効な方法になります。心の底から主体であるという考え方に立つこと、この世界は自分が作っています。自分というのは自らを分けたと書きますが、何から分けたのか、それは神様から分かれているんです。そして自分はこの世界を自分の目で見て、自分の五感で感じて、それを自分の世界だと認識しています。それは僕とあなたでは同じではありません。ということは、今自分が見てる世界は自分が作っているファンタジーということが分かります。その自分のファンタジーである世界に誰がいたとしても、結局自分が作っていくしかないファンタジーであり、その人は自分の今世における一回限りのファンタジーの中の登場人物として出てくださってるんです。そのような自分のファンタジーを自分で想像するための言葉が主体言語。この主体言語を発し、主体言語で考えることができれば、圧倒的に神様とつながることができます。その主体言語の代表として、以前にもお伝えしたことがありますが、僕が娘に小さい頃から教えてきた3つの言葉、この3つの言葉以外はいらないよと教えてきました。それが、いいよ、ごめんね、ありがとうです。いいよというのは許しであり、主体的にその人を許すこと、それは自分が主体でなければできないんです。そしてごめんねという反省、これも自分がすることであって、許してもらうためにするごめんねではありません。自分の振り返りです。自分の未来をより良くするための反省、これがごめんねです。そしてありがとうという感謝、これが全てにおいて感謝できているというのは主体でなければできないことなんです。他にも主体言語と言えるものはありますが、
主にこの3つさえ自分の思考や行動のベースに置ければあなたは主体であり神様とつながることができます。ただしこの主体言語を口に出しさえすればいいんだとか言うと得になるんだとか、これは言ったら得になるという依存になりますので NG です。心からいいよ、ごめんね、ありがとうが言える状態、この状態になってほしいです。では最後6つ目、天命地命我命に邁進する、これが究極の方法です。神様からのご期待である天命、そして日本人として生まれてきた意味である地名、そして自分の志、そこに向かって自分の命を燃やしていくこと、使っていくこと、それが神様からの一番のご期待ですから、そのように生きてつながれないはずがありません。主体言語を使いながら主体的に天命地命我命に進もうとすることで、神様はつながっていただけ、サポートしてくださったりアシストしてくださったりします。では今日の話をまとめましょう。今日は神様とつながるということにより、あなたではコントロールできないところ、自分の暮らしの中で必要な神様からのサポートやアシストを受けるためにも神様とつながる方法についてお話ししました。神様とつながるというのは、神様の愛に沿った意識状態、身体状態になることによって、神様の愛が自分の中におり、自分の中にある神が目を覚まし、神である真我の自分が目覚める状態。それが神様とつながるということになります。その大事な神様の愛というのは、宇宙の次元上昇のタイミングに地球を次元上昇させることによって貢献すること。これが神様の愛です。その愛に沿っていくと神様とつながれるということになります。そして神様とつながるとどのような状態になるのか、5つ例を挙げました。1、決断がぶれなくなる。2、正しい判断ができる。3、備えることができる。4、心が穏やかになる。5、自分ではどうしようもないことがどんどんうまくいくというようなことになります。ただこの神様からつながるにあたってどのような状態がつながっているのかというと、人によってそれぞれだということをお伝えしました。その中で注意しなければいけないのは、神様が見えたり神様の声が聞こえたり外部から聞こえてくる場合は、今地球に入ってきている邪悪な存在であるアンポンタンの神様を語った誘導かもしれないので気をつけてください。そして神様とつながる方法、それを大きく6つお伝えしました。それらは1、みそぎをする。2、うぶすな様に21日参りをする。3、全体マトリックスを知る。4、霊の実践をする。5、主体言語を使う。6、天命地命我命に邁進する。この6つはできる分だけやったらいいですし、それは神様とつながることによって神様に貢献したい、地球の次元上昇に貢献したいという利他の意識がないとなかなかうまくはいきません。ですから自分のためではなく、この6つをできる分からやってみてください。やろうとすることがつながる一歩ですので、少しずつでもつながっていくことができます。ということで、このチャンネルでは予言を通して人生をより前向きに生きていける動画を配信していってますので、チャンネルのフォローや高評価、コメントシェアをお願いします。今予言天狗と LINE で友達になっていただいた方には素敵なプレゼント5つをお渡ししていますし、また天命地命我命の決め方についての重要な情報なども配信しますし、丹田活瞑想についての情報なども配信しますので、この動画の概要欄にある予言天狗と LINE でつながるというリンクをクリックして友達になってください。それではまた次回動画でお会いしましょう。免疫ってすごく大事です。免疫が低下するとどのようなことになるのか。例えば動くことがしんどくなる、億劫になる、疲れやすいしだるい、細菌やウイルスに感染しやすくなる、病気になりやすい、怪我をしやすい、そしてまたそうなった時に治りにくい、そして食欲がなくなる、このような状態が
免疫が低下した状態です。そのように免疫が低下して食欲が落ち、十分に食事を取らないと栄養のバランスが崩れ、またさらに免疫力が落ちてしまい、悪循環になります。ですから断ち切る必要があります。そのために特におすすめなのが玄米食。このチャンネルでは強く推奨しています。玄米はビタミン、ミネラル、食物繊維、これらを豊富に含んでいます。人間が健康に暮らすために必要とされる栄養素のほとんどを摂取できるスーパー完全栄養食です。玄米に含まれるビタミン E で免疫を上げ、ビタミンとミネラルでストレスを緩和し、ストレス耐性を高め、心、マインドを落ち着かせてくれるスーパー食材です。僕はその玄米の中でもみそぎの玄米であり、龍神の力を宿すユニアの実りを発芽玄米にして、毎日食べながらサ活というサウナ活動をして免疫アップを実践しています。ですから取り立てて今不調は全くありません。免疫大事ですので、あなたも免疫を低下させないをしっかり意識してください。ということで、ではまた。